さあ、では早速ゲストをご紹介いたします。2010年の南アフリカ大会、そして2014年のブラジル大会で審判を務め、現在は引退され、後進の審判育成にも力を入れていらっしゃいます、相良徹さんです。相良さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そもそもですね、サッカー今審判何人いるか皆さんご存知ですか？そしてそれぞれどんな役割をしているかご存知でしょうか？改めて押さえておきたいと思います。まず主審が1人いますねと、そして副審が2人いますと。こちらはタッチライン割ったかどうか見るとか、オフサイドの判定をするとか、そういった役割を担ってます。そして第4審判、こちらは主審の補佐、それから競技者の交代ですね。こうやってボードを上げるのは第4審判だということです。さらにはですね、ボールの管理、そして、アディショナルタイムのカウントも第4審判がということです。そして VAR 室っていうのは別にあるんですけども、機械の判定ですね、あちらにその4人いると、そしてそれサポートすると、 VAR 室に4人いるということで、合わせて8人の審判でゲームを回している管理している。いや、1人足りないですね。あ、1人じゃない、お願いします。ワールドカップだと、副審が怪我した時に第4の審判主審がやることが多くて、主審がいきなりワールドカップで副審やるわけいかないので、なるほど、第5の副審としてユニフォームを着て、控えてピッチ上で控えて座ってる第5の副審がいます。第5副審、第5審判。ちょっと間違えてお伝えしそうになりました。私なんかもワールドカップの場合です。はい、どうやってなるんですかと、あとこのいくつかあるじゃないですか。例えば私第4審判がいいなって思ったんですけど、あのカードあげたいから第4審判がいいな、自分もやるな、こうやってあげたい、あげたいんですけど、面白いですね、交代的に。でもそういうのは選べたりするんですか？話すと長いんですけど、こう4級3級2級1級とかっていうのがあのクラスがあって、1級の中で J リーグの審判が選ばれて、その中で何人か国際審判員に選ばれて、その中で日本だと一組だけがワールドカップにチャレンジする組っていうふうに選ばれます。あれですよね、FIFA のこの今大会の審判っていうのは主審36、副審69となってまして、ここは相入れないってことでいいんですよね。そうです、ですから裏表になってるのは主審と第4審判と。そうです、だから主審をやってないときには主審の役割の人が第4審判やってますと、副審は副審やってますと、こういう役割分担っていう、主審と副審はもう、J リーグでいうと J1 ぐらいとか、国際試合になるとこう入れ替わらないです、確かに第4審判の役割少なすぎませんかと、言い方悪いですけど楽すぎませんかと思ったんですけど、主審やってないときそれやってるんです。裏表に勉強になります。かなり専門性が違うので、もうトップリーグ行くともう完全に分かれていきます。ちなみになんですけど、皆さんサッカー経験っていうのはある方が多いですよね。あ、そうなんですね。それないと分かんないです。基本選手だった方々っていう、もちろんトップ、私もトッププロじゃなくて大学時代まで一生懸命やったり、なるほど、っていうプロ選手にはなれなかったんですけど、その辺からこう、そのぐらいまでやってないと、やっぱり選手がどこで起こるとか、90分一緒に走ってるわけですもんね。そうですとか、むちゃくちゃの量走るとね、走ります。それこそ選手交代ないもんね。選手と同じぐらい走ります。そうですね、副審、私旗振る方なんです実は、でもその 5,6 キロ走りますけど、副審の場合はこう急発進急ブレーキが、そういうことですね、ピタッと止まってゼロからドーンと出なきゃいけないっていう違いが大きく、でやっぱりいいとこまで行かないとちゃんと見えないんですよね。そうです、だからさっきの出た出ないなんかはライン上にいないとダメです。なるほど、だからカウンターとかの時もう思いっきり走ってるってことですね。真横に行ってる、選手より速くなきゃいけないぐらいじゃないですか。わずかに選手より先に動き出さないと間に合わない。なるほど、で選手より先行かれたら追いつかない、スピード自慢に集まってるわけですからね。試合読んで、わずかに先に動かないと、で途中で必ず追いつかれますから。ああ、そうか、すごい、ゲーム読んでないと、なるほど、置いてかれます。さあ、先ほど VTR にもありましたオランダ対アルゼンチン戦、ここではですね、あんまり良くない意味でですね、審判が主役になってしまったようなことになりました。というのもですね、イエローカード18枚も乱発されるということになりまして、これは選手からも声が上がり、そして世界的にですね、これちょっとやりすぎじゃないかという話になったんですね。試合が荒れてしまったっていうのはよくわかるんですけども、荒れないようにするのが審判の仕事なんじゃないかと、カードの出し方次第で荒れる次第も荒れずに済むみたいなところがあるんじゃないかみたいな声が上がってるんですけども、佐川さんはどういうふうにこれご覧になりました？もちろんそういう側面もありますが、そうですね、批判を受けてもしょうがないところもあるんですけど、この試合は難しいですよ、誰がやってもおおむねこれに近い状態です。あ、そうですか、ね、同じだってアルゼンチン対1個前の、オーストラリアの時はものすごくフェアなプレーしてますよね、それが特別審判が大きく違うことをやってないです、この試合も。前半はきちんとやるべきことやってますけど、興奮してます選手が。そう、私もこうこれで見たんだけなんですけど、もう前半から
ベンチの監督やコーチにイエローが出てますから、うん、ベンチから罵声が出てるはずです、うん、なるほどね、聞こえてるんだ、しかもそれはちょっと、はい、うん、そしてそうなると選手同士が怒鳴り合う中での試合になってますから、うん、だからレフリーが壊したと言われると、いやもうそもそも選手同士とベンチでもう喧嘩になってるますよねと、そこから抑えろと言われましても、そうだよ、ね、そなんとかしようとはしますし、うんうん、可能性としてはできる可能性もありますけど、うん、それはこのレフリーだけに違う人がやっても概ね、そうですか、喧嘩越しの相手へのリスペクトがかなり低い戦いになってますから、結構ね批判が強くて、それこそメッシ選手までね、うん、苦言を呈するみたいな。だから FIFA はこれ評価してるって、ね、そうです、うん、でそう、さらに踏み込んだ言い方してまして、うん、レッドカードも含めてカードを提示してもよかったと、うん、もっとバシッとやってればよかったんじゃないかぐらいのことを FIFA は言ってるんですよね。我々としたら、この試合は誰がやってもこれに近くなると思います。あ、そうですか、いや、それこそファールに対してその第12条ですね、サッカー競技規則、はい、でファールはそもそもノーカードファールってあるんですよ、はい、うん、間接直接フリーキック、それプラスノーカードファール、そしてイエローカードレッドカード3段階と、うん、でそれ何を切るかっていうのはそれこそ審判の裁量次第ですよね。 でうまくこうコントロール18枚も切るぐらいだったら、はい、一発レッドどっかで打ってればまたちょっと違ったんじゃないかとか、うん、そのやり方もありますけど、うん、今度赤い髪見ると選手は余計興奮しますからね。だって1人減っちゃうわけですからでなんでもう喧嘩になってます、なんでうちだけ赤なんだとなって、今度はじゃあこっちにも赤だろうと誘い出したりもします。赤を出せば収まるだろうと思ったら、そう簡単ではない、はい、まあでもそうだよね、なんでうちだけ盛んな奴らが集まってやってるわけですから、なんでうちだけだったらこれも赤でしょ、なね、とにかくもう片方も赤を出してほしいという動きになり、うんうんうん、いや違う意味で荒れる可能性もあります。さすがにベンチにボール蹴り込んだ時はレッドカード出した方がいいんじゃないかってすごい盛り上がってたんですけど、それはどうなんですか。うん、私もこれは赤出した方が良かった気はしますが、うんうん、でもやっぱこのスペインのレフリーも、うん、そう百戦錬磨ですから、ここで赤出すよりは黄色でコントロールで抑え切った方が最後まで持つという判断をしたんだと思います。なるほど、いやこれでも確かにこうアルゼンチンがその本当キャプテン翼みたいに久しぶりにこんなスライディング出るんだぐらいにもうやったと思うんですけど、喧嘩越しですよ ね。何らかの理由でも、うん、始まってすぐ、うん、その過去の因縁とかちょっと私分からないんですけど、はい、この前のとアルゼンチン、うん、オーストラリアとかその次のアルゼンチン戦とかと比べると、うん、この試合だけ異常に興奮してますので、そんな普通だってこんなスライディングしないですよね、相手をその怪我させる可能性も高いからこうしちゃいけない、なんかもう前半からベンチにカードが出てる時点で、うん、ベンチからもいったらいったらと、ね、もう下手したら赤もらってもええやんみたいな、うん、そういうノリもあったかもしれないと、あの普通の試合でもやっぱり選手まだ穏やかなのに、うん、ベンチからうわーってなって選手が興奮するっていうのはもう草サッカーでもよくあります、ね、そうなんやいうことですね、はい、さあそうした中ですけども、まあ、実際のですね審判具体的なプレーを見ながら考えていきたいんですけども、こういう微妙な判定がありましたというのを、まあ、あの相良さんが見るとどうなのか、まずアメリカ対ウェールズですね、ボールがピッチ内に残ってたんじゃないですかという話ですね、これどういうふうに見るのかちょっとシーンを見ながらやっていきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。まあ、いくつかねそういう場面がありました。そして先ほどありました通り三笘の1ミリね、こちらも後ほど見ていきたいと思いますけども、はい、アメリカ対ウェールズ出ますか、はい、出なかったらストパス、はい、これですね、うん、はい、これが出たんじゃないかっていう、もうあのサッカーはですね、はい、出たか出ないかよく分かんない時は出てないです。うん、なるほどはっきり出た時だけ出たんです、うん、だボールが丸ごとはっきり出た時だけ出たので、うんうん、審判がこの位置にいて、いや出たかな出ないかな微妙なのは全部インプレーです、うん、止めたくないっていうのはありますか。もちろんです、うん、ゲームですし基本は止めない、うん、基本ゲームですから、うんうん、この裁判とかそういうことやってるわけじゃなくて、うん、みんなでプレイしてるんだから、うん、わざわざ微妙なの出たにせずに、うんうんうん、ボールが丸ごと出た時に、うん、だけ出たことにして、あとは続けなさいってことです。これ出てないです。これでも出てないね。出てないです。確かに出てなそう、うん、空中だけど線の上だね、はい、っていう感じ。私もラインから浮いて空中になれば余計出たか出ないか微妙なので、はい、そうですね、迷ったら続けなさいな、うん、続けなさいということですね、はい、はい、次行きましょうか、イングランド対フランス、イングランドの選手のに対しての際どい当たり、これノーファールだったシーンということですね。あ、これこれか、これ、はい、これがノーファールでペナルティーエリア内でね、しかもね、はい、プレーが続いてる外ですね。あ、外か、外か、ギリギリ見たのは外なのね、はい、足かかってるんですか。これどうですか、ペナルティーの外なので VAR は入らないですし、うん、はいはい、蹴る前からすでにレフリーはですよ、すで、うん、にあの白の選手が前に倒れかかってる、はい、もうもらいに行ってると判断、はい、
する方もいるでしょう。あ、そういうことですね、はいはい。さあもう一つまた別の話なんですけども、モロッコ対ポルトガル、これ決勝で当たる可能性があるアルゼンチンの審判がさばいていたと。これはちょっとどうなんですかと、偏りませんかと。確かに昔っていうか、うん、基本的にはヨーロッパ対南米の時には、はい、ヨーロッパ対南米、ヨーロッパと南米じゃないレフリーが裁くことが多くて、うん、というわけで私と一緒に行った西村さんなんかもヨーロッパ対南米の試合がバンバン当たるわけです。ああそうですか、アジアの試合とかあんまりこう、もちろんやらないですからね、うん、そうなりました。なのでヨーロッパ対南米はアジアとかメキシコのレフリーがやることが多くて、うんはい、でも最近はもう南米の選手もヨーロッパで普段やってたり、うん、このスペインのレフリーとかアルゼンチンのレフリーも、はい、経験が高いっていうのもあって、うん、FIFA はこう今回ワンチームだみたいにして、はい、FIFA チームとしてますので、はい、もう南米もヨーロッパも出身は関係ないという方向にしていきたいんだろうなってことは分かる。あとやっぱり相良さんに伺いたいのは三笘の1ミリですよね。これがプレー中にそれこそ審判を担当されてた時にこれどう判断してたのか。さっき言った通り出てないと私も言います。本当ですか。ただその接地面、ね、ボールの接地面だけを見るとですね、はい、線の外に出てるんですよ、はい、上から見たら1ミリ乗ってたって話、はいはい、だけどそのラインズマンは上からもの見えないから、真横から見ますよね、はい、真横から見た時にこれ絶対出たって確証あるのって聞かれてるか感じでやりますからね。あ、そうすると絶対出たとは言えないなって言ってあげないです。あ、そうですか。あ、そうなんです。これですよ、これを前から見 出てるだから絶対出たっていう証拠がないだからこういうそのなんか VR の話とかがある前から選手とかの皆さんとか不審の皆さんはこうプレイヤーもそうです。何かあった時にいやそれ本当に 100% 出たって言えるっていうコミュニケーションをベースにやってきてるわけです。それをベースに審判やってるんで、はいはいはい、だからこれがもしゴールポストとゴールポストの間だったらノーゴールの判定します。おお、丸ごと入ったか自信あるって言われたら、うん、いや絶対と言われると自信ないっていう一定のその基準で真横から見てるので、これがゴールインでもゴールインゴールポストの間でもゴールインしないですし、うん、タッチラインでも出たと旗上げられないです、うん、絶対の証拠ないですもん、うん、これだけビデオで見ても微妙なのに、うん、真横から見て何の絶対の証拠があって旗上げたのってなるので旗上げないです、うんうん、そうですか。だから出てないで全然おかしくないですし、ね、これが何回も言いますけど、うん、日本のゴールを書き出されてもノーゴールです。なるほど。その VAR がない時代だったら出たって言われてもなんか文句言えないぐらいの、文句言えないかもしれないですけど、私は絶対に出たかだけを聞かれてるので、うん、出てないと言います。出てないと言うと、で選手は出たって言うでしょうけど、いや絶対出たとは言い切れないって言います。でもその基準自体はもう本当に徹底されてこういう機械が入ってくる前から、はい、もうその絶対だと言えるかどうかっていう話なのか、真横にいないとできない。すごい離されて斜めだと自信なくなって旗上げちゃうかも、はいはい、そういうことですね。カウンターだったらこれ追いついてなくて、はい、追いついて自信がなくて上げざるを得なくなる可能性もある。お、真横に入れてないから、それは同じ基準でやってほしいな。でもな、真横だったら自信があります、はいはいはい、自信があるっていうのは絶対出たかどうかの確証がないという自信があるんです。でも今の時代それこそ VAR 判定のもう条件が画面出てますけど、最終的には VAR がやってくれるとなってきた時には役割が変わってきて、変わってきます、ね、この場合この副審がどういう判断したかは分からないです、はい、でもこういう微妙な場合は直後にゴールインになる場合、うん、オフサイドディレイと一緒でちょっとディレイしとけと言われてるので、うん、ディレイしてると思います、はい、で入ってから、うん、俺は出たと思うけどビデオ審判見てと VR 見て ことになると、俺は出てないと思うけど VR 見てのどっちかです、はい、あ、この副審がどっちを VR に伝えるかは分からないです、はあ、でそのどっちを伝えるかの内容と、うん、VR 側のその判断っていうのは結構その総合的に見られるってことですね。その VR だけで判断するわけじゃなくて、でもこの出た出ないはカメラ使って VR が決めます、うん、あ、そうなんだ。副審が何と言おうと VR 見て、うん、VR が画面で映像を見て判断します。そうするとだんだん副審の役割減ってきません？そうですよね、減ってきます、うん、こう出た出ないに関してはオフサイドもそうですよね。オフサイドもきっちりね、はい、ビューってこう CG でやってくれるぐらいの時代ですもんね、はい、副審の役割減ってくると思います、いらなくなっちゃうんじゃないですか。大丈夫ですか。あとは副審がいるとすれば、うん、オフサイドボール触ってなくても相手の邪魔をした、うん、影響したしないに関しては、うん、多分まだ無理だと。人間同士のその恋の何かそういうやつですが挟まると、うん、はい、主審なり副審いるけれども、はい、うん、っていうかそういう意味で言うとほら VAR 室に4人いるぐらい配置が変わってきてるわけです、はい、その主審副審の配置とかも変わってきますかね。変わってくる可能性は、副審の出た出ないとオフサイドは多分、ね、AI とかに任せる時代がだんだん来ると思うんですけど、うん、はい、ただじゃあ真ん中で1人だけで主審でできるかって言ったら、うんうんうん、いやこの試合とかも含めて、っていうか主審2人にして半分ずつ見たらそんな走んなくて済みますよ。
こっち側のそれを半分ずつ見る。それを試し基準でやんなきゃダメなんじゃないですか。そうなんですよ。あ、そうですか。えだってエンド変わるじゃないですか。それを試したことも過去 FIFA もあります。あるんですか。ポゼッションも違う人だからどっちに長くいるかも分かんないから。その昔試したことポゼッションもだから同じ条件ですよ。だからエンド変わったら一緒だ。試してどうだったか、うまくいかなかったらしいです。あ、そうですか。なんかやっぱどこまでテクノロジーが進んでもやっぱ人がいるとこはいるっていう感じですね。おそらくこの3人で、うん、なんか出た出ないはやらない審判が3人今のフォーメーションでっていう可能性はあるかもしれない。てか両方のゴールを主審が走って見に行くって大変ですよね。大変です。やっぱりギリギリのところまでね、うん、で違う角度からも見たいんですよ、ハンドなんか、うんうん、そうすると違う角度に今いるじゃないですか3人が、はい、真ん中だと真ん中で2人よりは両サイドから見た方がいいので、じゃあうまくコンビネーションでやってるっていうところだから将来的な体制は分からないですけど、うん、出た出ないとかオフサイドはもう AI が助けてくれることは多くなると思います。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。